チャオ、あっちゃんです。日頃あっちゃんねるを応援していただいている皆様、誠にありがとうございます。ということでね、昨日こののは、どっちにしてもね、1月の10日のね、あっちゃん前ね、仕事間のお話とか、あっちゃんが、何やったっけ、タイトル忘れた。変わるのに方向性がどうちゃかこうちゃかっていう動画を出して、ちょっとどっちかというか、騒ぎ系で言っちゃいました。はい。それで、多大なるご心配、おかけいたしました。それでもね、やっぱりあっちゃん応援してくれてるファンの皆様、誠に本当に本当に本当にありがとうございます。ごめんなさいね、ちゃんとタイトル、2019年どう変わるか、方向性がなんとなく見えてきたよみたいな動画ね、とね、その後ちょっとライブしてんけどもね、やっぱりライブもね、200人近く来てくれて、で、やっぱり応援コメントいろいろしてくれて、やっぱりね、みんなに支えられてるなって本当思いました。で、ライブが終わってコメント見て、朝起きてコメントを見て、登録人数を見たらね、減ることは想定内でした。で、朝起きてね、何も減ってたかな。40人ぐらい減ってて。で、今、ちょうどね、朝10時前、9時50分やねんけども、今見たらね、だいたいね、45人ぐらい減ってました。はい。もっと減るかなと思って。でも、もっと減るかなって言い方おかしいけども、正直、あっちゃんの嫌いな人種っていうのがいてて、すぐに結果を求める人って大嫌いなんね。人間っていうか物事何にしてもね、さあやるぞって言ってからすぐに変わることって絶対ない。ね、逆に言ったら、あっちゃん昔に出したね、動画、エンジンオイルの説明やねんけど、即効性のあるものの危険性っていう動画を出したことがあるんだけどもね。ちょっと待ってね。タイトル見るわ。それまた覚えてたら貼ります。即効性。あっちゃん出てるかな。エンジンオイルの動画でね、即効性、遅効性のエンジンオイルってどう違うのっていうオイルじゃない、動画を出したことがあるんだけども、エンジンオイルっていう工業製品であっても、これ人間でも一緒やと思うんだけど、薬、何でも一緒やねんけど、即効性のあるものと遅効性、ゆっくり効くもの、本当にどちらがいいのかって、あっちゃんは即効性のあるものは信じてません。はい。だから薬でも飲んだすぐに効く薬っていうのは欲しいよね。でも絶対に副作用があんねん。で、ろくなことがない。やっぱり危険性が高いねんね。で、エンジンオイルでもそうやねんけど、入れた瞬間に良くなったってよく言うけど、入れた瞬間に良くなるオイルほど怖いものはないねん。それやったら入れても、今そんな変わってへんけど、乗ってみて、3000キロ、5000キロ、1万キロ、まあ、半年、1年乗ったら、なんかエンジン軽なってるよねっていうオイルってすごくいいオイルやねんね。これ人間でも一緒やと思うねん。今言うて変わりますってすぐ変われる人間っていうのは、ちょっとやばい人ちゃうかなってあっちゃん思うねん。今言って変わる言うて、それからあんまり変わってへんわって言って、1年後、半年後1年後見とってくれってあっちゃんは言ったはずね。のに、さよならするやつがいっぱい出てきた。まあまあ、それ、応援します、半年見ますって言ってたのに、まあ騙されたなと。だからあっちゃんは人を信じてない。結構あっちゃんは、ってよく言うねんけどもね。だから嫌いな部類が、今回はっきり言わせてもらいます。今回離れていった人は、あっちゃんの嫌いな部類です。でそういう人たちに見てもらいたくない。これはあっちゃんね、昔からこれは一貫して変わらへんことやねんけども、やっぱり動画を見てもらって楽しんでもらうために動画をやってます。で、やっぱり5600人の登録がね、5600人弱、5559人やったね、昨日ね、の段階で。で、それが、昨日の夜の段階で30人ぐらい減って、今朝で5550何人。まあ、まだ減ると思います。この後ね。大体想定内やねんけども、それでもね、5000人のうちの50人、1% しか減ってないねん。っていうことは、99% の人は、あっちゃんのことを信じて、あっちゃんがどれだけバカなことをしても、半年一年間は見続けてくれる人やと思うねんね。それを今日言うて今日変わんのを期待する人って大嫌いなんねん。
そういう人ってほんま迷惑やねん。だからはっきり言ってね、新人、これから私は歌手になります、野球の選手になります、お相撲さんになります、何でもいいねん、志を持ってやりますって言って次の日に大関になれんのかって、ホームラン王になれるんかってね。で、歌手、今からアイドルの練習、発声練習、から始めますって言うとる人が、次の日に歌姫になれるんかっていう話やねんね。それを期待する人大嫌いなんね。あっちゃんはやっぱりサクセスストーリーっていうのがあってね、レース業界、いつもあっちゃんはレース業界におったからレースの話をしてしまうけども、レースでもね、やっぱりビギナークラスって言って、ゴーカートなり、シビックと改造とか、フォーミュラージュニア FJ とかいうね、下のクラスを乗って、そっからね、フォーミュラなんかやったら F4、F3 で、フォーミュラ、スーパーフォーミュラで F1、スーパーフォーミュラは飛び越す人もおるけど、そうやって世界行ったりして F1 に行く。で、箱車ってシビックなんかやったらシビック乗って、でシビックからこの改造クラスのね、スーパー耐久とか乗って、GT クラス乗って、で、GT から先行くところはルマン24時間レースに出れるっていうサクセスストーリーがあるのに、はい、今日から私レーサーですって言ってルマン24時間出れんのかって、出れへんよね。それと一緒で、いきなり答えを出す人って大嫌いなんね。っていうタイミングで今日朝、パソコンを立ち上げたら、ノムさんの昔阪神の監督してた野村さんのね、動画のサムネがポンって上がってたね。そのに、努力に即効性はないって書いてあるのよ。まさにその通りってもね。その即効性も、まだ言ってもね、今年あっちゃん変わるよって言って、年変わってまだ10日目ね。10日目に、やっぱりダメですとか言うと、なんなんて、バカじゃねえのってあっちゃん思った、はっきり言って。だからそんな人に見てほしくない。だから去ってくれた人ありがとうなんね。まあ、半年経って1年経って見に来て、変わってへんわと思ったら去ってくれたらそれでいい。あっちゃんそれ約束したよね。だからあっちゃんは半年1年、最低でも1年は見てくれって言ったのに、さようならする人、ほんと嫌いな人なんで、さようならしてくれて結構です。今この動画を見て、何言うとんねんこいつと思ったら即さようならしてください。で、煽り意見いりません。で、はっきりはしてもらいます。今日朝からもまだ煽ってる。煽るんやったらさようならしてください。あっちゃん煽り大嫌いなんね、正直言って。煽りほどいらないものはない。もちろん煽りもあっちゃんの原動力になるよ。アホみたいなので、こいつアホちゃうか、アホやんこいつ、そんなこと言うとるけど半年後に頭下げさせたらボケって思ってるよ。もちろんそれぐらい嫌なやつよあっちゃんって。でもそれぐらいの根性がなかったら、こんなね50年間ね、自分の中でも嫌な性格変えることなんかできへんねん。こんなんね、はい、今日変えます、明日から変えます、クロって変えれる人間ほど気持ち悪い人間いてない。そんな人間おんねやったらあっちゃん会ってみたい。こんなもんね、自分の性格変えるのにね、1日2日で変えられるわけがない。それを、ね、ほんの10日そこらで答えも出てもないのに、答えが出たかのように、さも何故も知ってるかのように言って、あなたはダメですねって言うやつほど大嫌いなんね、もう来ないでくださいね。で、表に出てる人だけじゃなく、スパムに入ってさよならしてる人もいてる。大体その中でもさよならさよならって書いてさよなら詐欺する人も多い、だからどっちがフラフラしてんねんって、そういう人大嫌いなんね。だから見に来ないでください。あっちゃんは今支えてくれてるファンの人、そしてこれからあっチャンネルを見てくれて支えてくれる人が喜んでもらえる動画を作ります。だから今去ったって言って半年後1年後に来た時にきっちり頭下げてくれるんやったら見てくれてもいいよ。はい、それがあっちゃんのやり方です。はい、それで半年後1年後に変わってへんかったら、あっちゃんはみんなに謝罪するしかないし、変わってへんかったら変わってへんなりのチャンネルやって離れられても仕方ない。でもそういうやり方でやっていくっていう手もあるからね。あっちゃんはそういうやり方、どういうやり方しようが YouTube であっちゃんは成功するって自信があるからやってる。だからこういう話になんねんけども、だからもう今日見たけども、なんやかんや言って、その時はどこやらの動画でこんなこと、1月あれだから1月頭やね、今年入ってからの動画見て、あなたの塩らしさがどうの、急に塩らしくなってさ、ずっと塩らしいことしててね、裏で腹黒いやつより、きっちりあっちゃんは自分の嫌なところもさらけ出してる。さらけ出すことによって海を出すんよね。こんなね、病気でね、患部を摘出して嫌なところを露呈して晒し出すこと、そして吐き出すこと、それが治る一番の原因じゃないわ、治る方法やのに、そうじゃなく海も出しもせず、綺麗事を隠し事にするような、何でもかんでも裏返して隠してしまうような大嫌いなんね。だからあっちゃんは塩らしくするなんて一言も言ってないし、あっちゃんはみんなの
鵜呑みにするとは言ってない。自分は変わるって、いい方向に変わっていくって、自分が楽しむ、みんなが楽しんでもらえるチャンネルにする。だから半年1年だった時に見てもらった時に、あっチャンネルおもろいわって、 YouTube でみんなにおすすめするのやったらあっチャンネルやわって言ってもらえるチャンネルになるって言ったよ。誰が1月10日にそんなことになるって言った？そんな過程で何が楽しいね。だからね、なんだ、なんとか、ローマは一日にしてならずっていう言葉もあって、ローマ帝国を作るのにね、言ってみたら飢餓もあり、飢饉もあり、で疫病もあり、災害もあり、で戦争もあり、ひどい町の時もあり、でも結局最終大きな町に仕上げたね。なんですな、1ヶ月も経ってへん。言ってみて、始まって10日そこらで何がわかんねん、バカじゃねえのかって思うね。だからそういうやつあっちゃん大嫌いなんね。うん、今回さよならしたやつ二度と来ないでください。あっちゃんそういう人大嫌いなんね。だから煽りが嫌いなん。だから煽りに乗らへんってあっちゃんだけど、乗りません。ただ煽りはムカつくから、うん、煽りはやめてください。やめないとブロックしないって約束したからブロックはせえへんけども、うん、だから煽りする人間のコメントっていうのは個別に裏返せたいのにな。見ない、見たくない、はっきり言って、うん、そんなん見るだけで足引っ張られてんねん、はっきり言って。だからネガティブなやつ嫌いなんよ、うん、だからあっちゃんの嫌いな部類は来てほしくないの。だから何をしたいねん、足引っ張るやつ。ただ単に足引っ張ってるだけやと思うねんね。そうじゃん、人が変わろうっていうのに応援できへんやつ大嫌いなんよ。あっちゃんの嫌いな部類がいすぎ。何がね、コメントだ書いてガチャガチャガチャ綺麗事書いて正しいかのように書いてる。何も正しいことあらへん。あっちゃんは半年間黙って見ててくれって言ったやん。それもできへん。人の言うことも聞けへん。人に黙ってちょっと黙っとってくれって言って黙れへんようなやつに見てほしくないねん、はっきり言って。うん、だから切れてるわけじゃないわよ。なんでもね、そういう人って見てほしくない。やっぱり応援してくれて、やっぱり半年なり1年ね、長い目で見てくださいってあっちゃんは約束したはずです。ね。だから結局約束守れへんのは誰やって。結局今、カタ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 言ってる奴らが約束守れてへんだけやん。だから煽りは嫌いやねんって、煽るなよって何回も言ってんのに煽ってくる。バカじゃないのかな。そうなってくると、コメントすら見るのが嫌になってくる。でもコメントを出さないわけにはいかない。これはインターネットの鉄則で、コメントを隠すっていうのは一番卑怯なやり方なんだね。だからあっちゃんはコメントは隠さない。でもコメントは見る必要ない。もともとインターネット、この動画は12日に上げる予定やから、11日にシュガーラッシュの動画でも言った通りね、コメントはインターネットをする上で、コメントっていうのは見ないっていうのが鉄則やね。でもあっちゃんはやっぱ応援コメントが嬉しいから見てしまう。その応援コメントに紛れてバカみたいなコメントが多すぎる。大嫌いなんね。うん、だから大嫌いな部類には見てほしくないね、正直。うん、ただあっちゃんのこと応援してくれる人が増えて、見てくれて高評価が増えたらそいつらには勝てるからね。あっちゃん約束したでしょ、低評価は減ることはないって。みんなは喜んで低評価を押してるだけやって。でも低評価を上回る高評価を押してもらえる動画主になりたいって言ってるでしょ。それするのにそのガタ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 言ってるやつは邪魔なんね。だから今回離れてくれてありがとうなん、正直。うん、だからそういう人ってはっきり言って1年半年見てくださいって言ったら、ね、見れへん人やから、約束守られへん人やからね。そんな人の意見聞けるわけがない。やっぱり人に意見をするには自分ができてない人がしても仕方ない、ね、言ってみたら極悪非道な犯罪者がどれだけ正論言ったところで聞けるわけがない。それと一緒で人の約束を守られへんやつの意見なんか聞けるわけがない、どれだけ土正論であっても、うん、それやったらね、自分がそうすればいいのにできてないわけやん。1年半年、見てくれって言ったのに、見りもせんとガタ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 吠えるようなやつ、さようならしてください。あっちゃんの嫌いな人種でした。はい、ということで今日はちょっとね、きつい目に言ったけど、応援してくれてるファンの人ありがとうございます。あっちゃんはあっちゃんを応援してくれてるファンの人に支えられてます。だからこれで釣られたとか釣ったとか言ってるけども、釣られるものも悪いしね。だからそうじゃなく、で釣られるの分かってるやん。赤サムネっていつも赤サムネ釣られるとか言ってんだよ。見らんかったのにわざわざ見に来て、釣られたねって言って切れてるやつもいてる、うん、バカすぎるよなって思った。だからあっちゃんの今動画を見てくれてる再生数は
アンチ、あ、もうアンチって言ったろ、もう腹立つ、ではなく、はっきり言ってアンチって言わせてもらいます。だってアンチじゃなくアドバイスしたり応援してくれてる人は1年間見てくださいっていう約束守ってくれる人やからね。それも守らへんやつははっきり言って嵐であってアンチやからね。あっちゃんの嫌いな部類やから、うん、だからそこはアンチ嵐やから。でも今やっぱり登録解除せずに見てくれてて、あっちゃんのこと応援してくれて再生してくれてる人は本当のあっちゃんを応援してくれてる人やと思うね。それあっちゃんのやってることは正しいと思ってない、あっちゃん自分でも思ってない、でこんなことして良くないのは分かってる。もっとやっぱりこんな話もせずに黙ってしおらしくしてて偽ってたら1年半年後にはみんな手のひら返したかのように応援してくれるってあっちゃん思うね。それ偽ってやれることはできる、女優だから。でもそれをして本当のファンなのかな、また違う。そうじゃなく、ここまでやっても本当に最後まで信じて応援してくれてる、それが本当のファンやと思ってんね。だから今応援して、昨日のライブでもそうやねんけども、あっちゃん言ってること分かってるよって、あと私はずっと応援するよって言ってくれた人には涙が出そうなぐらいね、嬉しかった。だからあっちゃんは本当にあっちゃんを支えてくれてる人だけのコンテンツでこれからもやっていきます。それで、平成のうちに1万人は超えます。で、2019年は10万人目指します。はい、オクチューバー目指します。それがあっちゃんねるです。だからあっちゃんの目標はね、2019年、平成が終わる4月末までに1万人で、2019年末までに10万人、で2020年オリンピックが始まる年にはオクチューバー、はい、それがあっちゃんの今の、あっちゃんの目標です。はい、目標やからね、目標は高い方がいいからね。それに向かってあっちゃんは全力投球するだけです。投球好きやな、ずっと投入と投球間違うね。全力投球するだけです。だから全力投球する上でやっぱり暴投も投げるし、とんでもない方向に力をやる時もある。でも最終1年後、2019年の12月には必ず高評価が上回るあっちゃんねるにしていくって、それは約束するからね。だからあっちゃんを本当に応援してくれてる人、本当にありがとうございます。こんなあっちゃんねるからね、離れずに見てくれてる、やっぱあっちゃんを信じてくれてる、すごい嬉しいです。ありがとうございます。みんな先輩ね、反対意見があってぶら下がってきたらあっちゃんは撃退します。だから昨日もね、応援してくれてる人の意見にぶら下がってガチャガチャ書いとる人がおった。それに書いとんのに謝罪しろとは言わんけども、それに対する反論もなく逃げた卑怯なやつがいてる。そういうのも大嫌いなんね。うん、ファンの人にそういうぶら下がるのはダメやってあっちゃん言ったやん、応援してくれてる人に。だからあっちゃん応援してくれてる人、コメントどんどん書いてください。嵐アンチに負けずに、やっぱりあっちゃん応援してくれてる人のコメントっていうのがあっちゃんを、奮い立たせるエネルギー源になります。で、変な意見があったらあっちゃん撃退するんでね、応援コメントください。それがあっちゃんのね、やる気にもつながる。だから、応援コメントが最近ね、やっぱりひどいコメントが増えてんのみんな分かってくれてる。やっぱり裏からメールでもね、ひどいコメントが多いからコメント書きにくいからメールでしましたって書いてくれてる。そうじゃなく、できたらコメント欄に書いてください。みんなのね、応援するエネルギーで、マイナスエネルギーを撃退してください。みんなの協力が必要です。あっちゃんねるには応援者のね、応援してくれてる人の協力も必要なんです。あっちゃんを奮い立たせてください。あっちゃんを、トップ YouTuber までのし上げてください。それはあっちゃんを応援してくれてる全てのみんなが、あっちゃんを応援してくれてる力とね、一緒になってあっちゃんをのし上げ、なんでかな、あっちゃんにエネルギーをくれる原動力なんです。よろしくお願いします。ごめんなさいね、こんなひどい動画ばっかりばらして。応援してくれてる人にはね、本当に今年中にはいつも笑顔でね、あっちゃん面白いわって、あっちゃんすごい自分めっちゃ楽しんでるやんって言ってもらえるチャンネルになるんでね、信じてください。信じられへん人は即去ってください。よろしくお願いします。では、よろしくね。またね。